私は2025年度はこの目標効果額変えることなく進められるべきだろうと思うんですが、もう一度ご答弁をお願いいたします。15番無所属の児玉文則です。通告に基づき大枠5点の質問をいたします。今回の質問は当市各種計画がありますけれども、市長としてこういった計画に対する継続性、また現時点の課題をですね、共有していただければといった思いで質問いたします。まず第1点目は総合計画について伺います。2024年度は10年間の基本構想と5年間の後期基本計画満了となり、新たな策定を進める時期となります。人輝く秋田型を基本理念に、2015年策定時には人がつながる田園都市秋田型、2021年後期基本計画では世界一住みたいと思えるまちづくりをキャッチフレーズに、市民の皆さんに将来像を語られてきました。そこで以下2点を伺います。秋田型市民一丸となり未来に向けて進むには、市長としてどのようなフレーズを思い描き、語られるのか伺います。児玉議員の質問にお答えいたします。今年4月に決定した市のキャッチフレーズである100万円市民未来へつなぐ秋田型市が次期総合計画では秋田型市の将来像を掲げるのにふさわしいものではないかと思っております。このキャッチフレーズは市政20周年を迎えるにあたり市が新たな歩みを進めることを目標に募集したキャッチフレーズです。総数1758点の中から選ばれたキャッチフレーズでもあります。そしてこのキャッチフレーズは市内中学校および高等学校の生徒会から選出された委員によって決定されたものであり、この度策定する20年先を見据えた基本構想はまさに彼らを主人公として作るものになります。このキャッチフレーズ決定の過程も次期総合計画で掲げるにふさわしいと考える理由の一つでもあります。以上です。続いて補助2点目に入ります。終了する後期基本計画では SDGs に基づく持続可能な地域づくり、デジタルトランスフォーメーションの推進を新たな流れとして捉え推進されてきましたが、その継続性を伺います。SDGs に基づく持続可能な地域づくりおよびデジタルトランスフォーメーションいわゆる DX の推進は今後の社会の在り方を考えたときに必須の方針であると捉えています。今回の総合計画策定にあたっては委員の一人に広島県の DX 推進チームの担当課長に入ってもらっています。中山間地域のさまざまな課題を解決できる可能性のある DX の取り組みを適切に総合計画に反映していきたいと考えております。それでは大枠2点目に入ります。財政健全化について伺います。これは先ほど同僚議員も質問されてますので少し重なる部分があるかと思いますけども、ご容赦いただきたいと思います。2024年5月に策定された財政健全化計画第4次改定版では2025年度から2028年度までの4年間の目標効果額が設定されており、所信表明でも健全な財政を目指す覚悟を述べられています。そこで以下の3点について伺います。この計画の継続性に関しお考えを伺います。お答えします。人口減少少子高齢化が続く中で、そういう現状にあっては財政健全化の取り組みを継続することは必須であると考えています。この度次期総合計画の策定に合わせて財政健全化計画も見直すこととしております。見直しということは今回4次改定で2025年から28年までの4年間の目標効果額が設定されておるんですけども、こういったものを全て見直されるという考えでよろしいですか。はい、その辺は厳格に、見ながら見直すところは見直すということでいきたいと思っております。この前の補正のところでも少し議論があったんですが、いわゆるこの計画4次改定に基づいて、目標効果額が例えば2025年度ですと、2億9900万円という数値を挙げられてですね、目標額を掲げられておられるわけです。
で、2024年5月、今年の5月に策定された計画ですので、これの見直しということになると2025年度、もう事業の見直しから全てということになると、おそらく到底そこらまでの見直しはできないじゃないかと思うんですが、私は2025年度はこの目標効果額変えることなく進められるべきだろうと思うんですが、もう一度ご答弁をお願いいたします。はい、おっしゃる通り、基本的には見直さずに進めていくことは思っております。それでは2番目の質問に入ります。2023年12月に改定された公共施設等総合管理計画の個別計画に関しても 37% の削減は計画通り進められると理解してよろしいでしょうか。これ先ほどの金木議員とちょっとダブるんですが、ご答弁お願いいたします。先ほどおっしゃられましたように、削減目標の達成に向けては計画通り進めていく考えであります。先ほどの金木議員との答弁に同様に、関係の方との対話をしっかりしながら納得してもらう形で進めていくという方針でおります。以上です。先ほどの金木議員とのやり取りの中でですね、見直しはしないが再検証しながらというようなご答弁があったんですが、ちょっと非常に分かりづらいなと思って聞いておったんですけども、例えば本年度2024年度中に解体あるいは譲渡予定の産業系施設で竹貞地区漁具格納庫川根柚子加工所があるんですが、これも残り半年しかないんですね。で特に川根柚子加工所を取ってみると、これが譲渡を前提に回収してというこれまでの経緯があると思うんですが、少しそこらがちょっとわからないなってるんで、回収費なり今後の進捗状況について伺ってみたいと思います。先ほどご質問になりました川根柚子加工施設については、おっしゃる通り、以前に、譲渡を前提にした回収をしております。回収の内容というのは、自動、エアコンの設置とか手洗いの水洗自動化、プレハブ冷凍庫冷蔵庫を変えたとかいう関係で、総額1161万1200円の修繕を行っております。その後無償譲渡の契約を結んで、今譲渡に向けて、今度2024年度の譲渡に向けて今話を進めるようにしておるところでございます。藤本市長に聞くのも気の毒なんですが、これ市長就任前の課題ですので、申し訳ないんですけども、そうするとですね、一体その計画通り行ってないと、いわゆる譲渡延期になったのはどうしてか、あるいはまた予定通り今年度進められるのか、そういったところ、これは産業部長でも結構ですので、お答えいただければと思います。はい、なぜ延期になったかというところでございますが、川根柚子組合と執行部の2者協議の中で、経営状況、あるいはコロナ禍の影響を受けた関係で、経営状況の先行きも含めて譲渡の延期の申し出があり、早期の経営改善を図ることを求め、譲渡の延期を受け入れたと聞いております。そして今後の予定についてですけども、あくまで、推進を予定通り進めるという考えには変わりませんので、今年度が譲渡予定の年度となっており、経営状況を確認しながら特に問題がなければ予定通り、譲渡を進めていきたいと思っております。今後もですね、おそらく譲渡計画されている施設がありますから、例えば譲渡後に何らかの理由でこの事業をやめられた場合ですね、そうなると当然国検討の補助金でやっておる事業ですから、事業が停止ということになると当然返却も考えなきゃいけなくなるんだろうと思うんですね。そういった事業をもしやめられたらということも想定しながら考えると、補助金の返還も覚悟して譲渡をやられるのかどうか、そこらのお考えをお聞きしてみたいと思います。当然譲渡する上ではですね、これから先の経営状況等も含めて、譲渡を最終決定するわけですけども、万が一ということがあった場合には、その時には考えなければいけないことも出てくるのかとは思いますけども、譲渡する時点ではそういった不安のない状態での譲渡を考えておりますので。じゃあ次の質問に入ります。小学校校舎の長寿命化が進められておりますが、残っている向原小学校の今後の計画と体育館への空調設備の
設置状況並びに、その他あれば今後の計画を伺います。児玉議員の小学校校舎の長寿命化計画にかかるご質問にお答えをいたします。現在学校施設の長寿命化老朽化対策などの施設整備を計画的に進めております。向原小学校については文部科学省の補助金を活用して来年度から設計に入り、令和8年度2026年度に長寿命化の改修工事を行う計画です。体育館への空調整備につきましては今年度と来年度の2カ年で全小学校の体育館にエアコンを整備する計画を立てており、今年度は災害等避難場所となっている愛郷小学校高宮小学校2校の空調整備工事をすでに発注しているところです。来年度は向原小学校を含めた残り5つの小学校すべての体育館に空調を整備する計画を考えております。2025年度で終了する国庫補助2分の1ですね、間に合って小学校は良かったなと思うんですが、一方中学校ですね、これ1年前にも質問したかと思うんですが、これ2025年度以降になると国庫補助がなくなると。で当然授業がそういう授業がないとなると市単独でやらざるを得んのかなと思うんですが、そういった予算の覚悟は、中学校の場合はしておく必要があるんでしょうか。はい、中学校の体育館の空調整備につきましては、中学校等の状況を見極めながら計画を立てる必要があるというふうに考えております。国の補助金であるとか、あるいは記載事業の対象になるかどうかも含めて、統合時期が影響してきますので、ただ2年は過ぎても文科の補助金は3分の1という形で続くとは想定をしております。以上です。続いて大枠3点目の観光振興計画について伺います。第2次秋田方市観光振興計画は2019年までの5年間は策定されていましたが、それ以降の計画がありません。そこで以下2点を伺います。観光振興計画が立案されていなかった理由と今後の必要性を伺います。お答えします。おっしゃる通り、観光振興計画は令和元年度で終了し、その後の策定をしておりません。ですがこの間第2次秋田方市総合計画に準じて取り組みを行ってきております。第3次計画を立案していない理由はコロナ禍による観光業の衰退など社会情勢に大きな変化が生じたことに起因しております。今後は個別計画を立案せず、来年度策定予定の第3次秋田方市総合計画に準じ、毛利元就、神楽、また既存の観光施設を中心として本市の観光文化経済の発展につながるように、推進をしたいと考えております。後期基本計画の中に今あるということですけれども、実際にはその、いわゆる施設っていうのは作るときにですね、お金の出所によって、所管する部署が変わってくるわけですね。例えば現状ですと政策企画課、商工観光課、障害学習課、後からでも述べますけども、農村交流館安らぎ、これ使用目的が変化して今観光振興機能も見受けられますけども、地域営農課が所管、バラバラ でしてね、今の総合計画には載っておるんですが、こういった個別バラバラでどこの部署が観光業務の温度を取っているのかわからないのがおそらく今の実態だろうと思うんですね。やっぱ縦割り行政の決定はいかに横串を刺すかということになるんだろうと思うんですが、こういったところで考えますと、やはり観光消費額を増やすためにも観光指針っていうんですかね、昔のような大掛かりな計画はいりませんけども、一つ皆さんでできる方向性をしっかり出していく、そういう計画が必要なんじゃないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
お答えします。おっしゃるようにですね、事業担当課がいろいろ入り乱れているといいますか、若干交通整理というか整理する必要はあると感じております。そういった部分も慎重に検討しながら第3次、総合計画の中で、しっかりと道筋をつけていきたいなと思っております。あの総合計画ですとですね、例えば、当然あの目標を挙げられてるわけですね。あのリーディングプロジェクト、いわゆる観光事業なんかでも前期のしかこれデータがありませんから、前期計画、あの観光の取りまとめっていうのがよくわからないですが、例えば、2013年度で、観光消費額が160万が2019年には240万にまあ上がってきてるとか、観光客の増なんかもあるわけですよね。そういったところを考えたり、あるいはあの今日も午前中の答弁でありましたけど、広島市が今から大きく変化しようとしてますので、特に駅の周辺、それからサッカードームができて野球場もある、まあ、中四国を見ても広島県にしかないわけですね。あるいはサミットがあって外国人の集客、こういったものもだんだんだんと見込めるようになってきている。そうすると1時間から1時間半の場所にここがあるわけですから、いわゆるそういった観光の計画を立てれば少しでも来ていただける方が増えるんじゃないかと、まあ、そういったこともあってこの観光消費額を増やそうと思えば、やはりある程度の計画がないと、総合計画だけじゃなくてもう少し詳しい計画は私はあった方がいいんだろうと思うんですが、もう一度市長の考えを伺います。はい、小玉議員のおっしゃる通り、細かいものも必要という思いもあります。そういったところを参考にしながらですね、もう少しその点については考えていきたいなとは思っております。次の質問に移ります。県道37号線の農村交流館安らぎは商工観光施設の役割も担ってきましたが、2026年度までに譲渡が計画されています。農村交流施設としての役割を終えますが、県道37号線における今後の商工観光施策はどのように進めるお考えなのか伺います。現在安らぎはですね、特定非営利活動法人ふるさとネット安らぎ会が指定管理を受けて、施設の管理や活用を図っておられます。主に情報発信、都市交流、農産物や特産品の販売展示、地域活性化を図っていただいております。あの施設については令和15年まで撤下法の適用を受けるため、利用形態を大きく変更しない中で、指定管理を受けるふるさとネット安らぎ会を含め施設の譲渡先を公募したいと考えております。先に述べた撤下法期間終了後、この施設の観光施策を進めることになると考えております。まあ、あのぜひですね、利活を考えていただきたい。あの年間来館者は5000人、売上も4000万ぐらい売り上げておる、非常にまあ貴重な場所だろうと思ってます。で、まあ、またあの県道37号線、広島から来られる方にとっては1時間から1時間半で非常にまあいい場所にあって、休憩所で考えられてるわけですね。でトイレもあるんですが、残念ながらこれ室内にありますから24時間の利用はできません。それから、まあ、入り口がですね、非常にこう入りにくくって、バスも入りにくいと、まあ、そういったようなことも見直して、もう少しこう施設をいわゆる、まあ、観光品のこう売り上げにですね、つながっていくような回収も必要なんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれこういったこともあのぜひ検討していただきたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。はい、先日もですね、経営状況といいますか、収支の内容を見させてもらって、かなり売上が頑張ってもらった関係で伸びとるというデータを見させていただきました。本当に安らぎの皆さんが、本当に皆さんが協力してですね、アイデアを出しながら売上を伸ばしていただいているんだなという思いもありますし、当然おっしゃるように、向かい側の広島から上がってくる玄関口にもなりますので、そういったところも含めて今後考えていきたいなと思っております。それでは大枠4点目の安芸高田市地域公共交通計画について伺います。JR 芸備線の利活用は再構築協議会でも議論されていますが、地域公共交通計画においても
地域拠点の整備を進められる計画となっており、2024年3月の改定内容には具体的な施策も示されております。そこで以下2点を伺います。まず1点目、乗り継ぎ拠点を2027年までに整備する計画でありますが、向原駅、ここを待合場所として公共交通情報の提供、あるいは商業施設を併用した駅施設等に改修する改修し、利便性を高めるべきと思いますが、ご見解を伺います。はい、地場産業振興センターラポートの1階は芸備線の利用減少につれてですね、店舗の利用者も減少しております。商業振興を図る上で課題となっておりますが、今後地域公共交通計画の中でこの拠点の有効性を整理し、芸備線利用者と地域住民の利便性を高めるためにも改修を含めた見直しが必要であると考えております。それでは2点目に入ります。鉄道、バス、タクシーが連携した観光モデルルートの検討を進める計画となっていますが、先ほどから申し上げますように広島に非常に近いということで、向原駅を起点にしたモデルルートを立案すべきと思いますが、ご見解を伺います。鉄道、バス、タクシーが連携した新たな観光モデルルートの造成については、地域公共交通利便増進計画に具体的な取り組みとして挙げられております。今後は芸備線対策協議会や三好秋田方広島まちづくり交通協議会などにおいて、市内の駅を拠点にした観光ルートを作るために提案をしていきたいと思っております。いろいろなモデルルートはあっていいんだろうと思うんですが、基本的には一番広島に近いというところでやっぱり向原駅なんかなと思うんですね。で、そこからまあどうしてもおそらく観光ということになると土日祭日と平日はおそらく難しいんだろうと思いますが、まあ、そういったルートを開発していくと非常に大事だろうと、特に神楽なりあるいは毛利元就なりこう来ていただく玄関口がどうしても広島駅に近い方になるんじゃないかと思ってるんですが、まあ、そういったところでいうと、3駅っていうことになると非常にやはり集中的な、ルートっていうんですかね、そこが非常に立てにくくなる。三好方面からの方も当然おられると思うんですが、まずはやはり広島方面から引っ張ると、そこを起点に考えていくべきじゃないかなと思うんですが、もう一回いかがですか。確かに人口と利用者の割合でいうと広島に近い向原になるんだろうと思います。2人とってやはり三好方面、島根の方から来られる方もいらっしゃるので、まあ、このどちらか優先順位をつけてですね、費用対効果とかいろんな観点から整備の方、ルートの方を考えていきたいなと思っております。続いて大枠5点目、都市計画マスタープランについて伺います。20年後の未来を想定し2023年に作成されたマスタープランについて2点を伺います。総合計画の見直しに伴い都市計画マスタープランは見直されると考えているのか、ご見解を伺います。はい、総合計画の策定にあたってはこれまでに策定した各種計画等によって示してきた方針を参考に、施策の連続性を意識しながら今後のあるべき姿を検討してまいります。その上で今回の総合計画で示す今後の取り組みによっては、これまでに策定した都市計画マスタープランなどの各種計画と齟齬が生じた部分があるときは必要に応じて修正することになるかと考えております。おっしゃる通りなんですね。総合計画ができた後に本来はいろんな計画が作られてくるんでしょうけども、この都市計画マスタープランなんかは、作った後に総合計画の見直しということになってますから、まあそういった意味では各種計画を合わされていくというのはぜひ進めていただきたいと思います。それからですね、都市計画マスタープラン、これ20年後ですから、私がいるかいないか分かりませんけども、そういった街づくりということ非常に長期的な視点でこれ作られておるわけですね。で、所信表明でもこういった計画は広く対話が重要とおっしゃってますので、こういった計画は市民の皆さんにですね、やはりしっかりとお示しをする必要があるんだろうと思うんですね。残念ながらこれまでの財政に対する説明会がありましたけども、
こういったまちづくりの将来の向けたまちづくりの説明っていうのが、以前は市政懇談会みたいなんで行政主催の行政懇談会やられておったんですけど、そういうものがないのでなかなかこういった計画の説明が市民の皆さんにもできてないんだろうと思います。これは当然議会の方は役割があるかもしれませんが、やはりまずは行政が計画を立案された時点で市民の皆さんにしっかりお伝えしていく、そういう行政懇談会を定期的に、他の部分で午前中も言われてましたけども、このマスタープランというのは非常に大事だろうと思ってるんで、ぜひこういうところは必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、午前中も説明させてもらいました、テーマ別とか分野別の懇談会ですね、そういったのを積極的にやっていきたいと思ってますんで、当然その中の一つのテーマにこのマスタープランなり、総合計画なんかの意見交換をするテーマも作っていこうかなと思ってますので、そういったチャンスは機会は作っていこうと思っております。じゃあ2点目に移ります。本計画は駅や市周辺への都市機能集約が掲げられ、各球場別のコンパクト化を目指しておりますが、合わせて球場中心部への居住誘導施策が必要に思いますが、ご見解を伺います。はい、都市計画マスタープランと合わせて策定した立地適正化計画の中で目指すべき町の方向性に対応する誘導施策の一つとして、居住誘導施策を挙げており、必要な取り組みとして認識をしております。地域拠点にですね、都市機能を追加して、今一度中心部、いわゆる球場単位ですね、の中心部の賑わいのある街づくりをしようと思えば、やはり中心部の空き家っていうのが非常に大きな課題になるんだろうと思います。で、居住誘導ということになると、例えば新築される場合も、いわゆる球場単位の地域拠点の中心の方に立ってくださいとか、そういうような誘導政策も必要でしょうし、いわゆる吉田都市計画の居住誘導区域的なものをですね、球場単位でもやはり作っていく必要があるんじゃないかと思ってます。で、空き家バンクもあるんですが、これは市外からの移住を目的に考えられている、政策の上にそこのウェイトが高いかなと思うんですが、秋田方市民でその町に住んでいる人方を中心部に誘導する施策にはなっておらんわけです。現在地域拠点から離れている方々を、このマスタープランは20年後語っておるんですから、20年後には地域拠点にと思想を持ってくるという、ある意味そういうマスタープランの計画があるわけですので、20年後には地域拠点にと思想を持ってくるというある意味そういうマスタープランの計画があるわけですので、市民の皆さんも当然、中心部に、移っていただくと、いわゆるそういう施策が20年をかけて考えていって、最終的に20年後にある程度実現していくというところで非常に必要なんじゃないかと思っているんですが、この、居住誘導休校長単位でも、そこの市長のお考えを伺って最後の質問といたします。はい、コンパクトシティに向けての取り組みということになるんだろうと思います。ご承知のように、やはり少子高齢化、本当に周辺部は空き家も増えて、私も選挙活動中一軒一軒回してもらった中でですね、一軒行って三軒空き家、それでまた一軒というような地域もありました。本当に厳しい状況があるというのは身をもって感じておりますし、と言いましてもやはりそこに住めば都ということもありますけども、そこに住んでいる方はやはりそこの地を離れたくないという思いも持っておられます。そういった方々もやはりしっかりと時間をかけて、それは20年かかるかもしれません、奈良県の十津川村ですかね、そこはやっぱりコンパクトシティを取り組んでおられて、これもやっぱり何十年という対話の中でしっかりとお講付けをされたということを伺っております。そういった意味でしっかりと話をしながら、やっぱりインフラ等の整備でもやっぱりコストはかかってきます、これから。そういった意味でコンパクトシティやっぱり中心部に集めるというのは合理的でいいとは思うんですけども、そういったそこにそぐわない方々の気持ちもしっかり汲み取りながら進めていきたいなと思っております。以上で私の一般質問を終わります。以上で児玉議員の質問を終わります。